根川両岸を結ぶ渡し船で、ある。鳥出市のうち、河川改修で右岸に分断された、小堀地区を結ぶ目的でその名前がついている。小堀の渡し、小堀の渡し2020年度新造船、鳥出愛称は、川瀬見と根川右岸の小堀地区と、市街地を含め地域の大部分を占める左岸側を定期運行している。1914年ト川の大改修工事で、 分断されたことから、小堀地区の住民が自主運行を始めたのが始まりである。1952年、木造船、桜丸修行1967年当時の鳥出町による運行となり、公営の渡し船となる1972年大鉄、造船、鳥出豪画、修行1989年から2代目の鳥出号が 就航1996年住民以外の利用も可能となる1999年小堀地区を回る小堀循環バスの運行が始まる2001年有料化により利用者数が激減2002年市営のままで運行業務を民家に委託2017年4月1日利用料金の改定2020年3月1日から3代目の 鳥人で豪華修行利根川は昔、現在の鳥出市、小堀地区の南にある、琴音沼を含む流れが本流であった。江戸時代の小堀は、相馬郡井の村の一部、現在の鳥出市街とは地続きで、橋毛線の貸しとして栄えた。現在の琴音沼は、殿川が極端に蛇行している部分で、かつては、反乱を繰り返していた。そのため、 1911年から1920年にかけての改修工事で、利根川の流れを現在のように変えた。蛇行部分は琴音沼として残り、県境もそのまま存在するため、小堀地区は利根川の右岸になり、左岸にある鳥出地域の大部分とは川で分断されることになった。千葉県阿弥子市とは地続きになったものの、南側に琴音沼が存在するため、 道路で接続する箇所は、東西側の海であり、また、阿鼻子市側は農地であり、同市の市街地とも隣接していない。利根川右岸に分断された小堀地区の住民は、地域の大部分を占める左岸地区への移動の不便さから、渡し船の運航をした。また、水道事業も取り出しは、小堀地区の海、阿鼻子市に委託し、阿鼻子川の水を供給している。 西に 2km ほど行けば、利根川に架か,かる国道6号の大利根橋があるが、そこまでの道は、歩道がなく、道幅が狭い上に、大型車の通行量が多い。小中高校のほか、市民会館などへ行くにも橋を渡ると遠回りになる。茨城県の区域のうち、利根川右岸にあるのは、鳥出市、小堀地区と佐島郡五課町である。なお、小堀地区内には、 成田筑波航空専門学校や乗馬クラブなどの施設も存在する。ありがとうございます。